はい、では、毎月ウェブで2億件のシニアルデータと格闘したチューニングの話、再建さん、よろしくお願いします。はい、MySQL で2億件の CR データと格闘したチューニングの話というテーマで話させていただきます。自己紹介なんですけど、斉藤健二と申します。よろしくお願いします。再建3110というアカウントで、やっていまして、Java とか、PHP とか Perl とかをやってきました。で、今回データベースの話なんですけど、基本的にオラクルとか MySQL 触っています。で、 DNP デジタルコムという会社で今3年ぐらいお世話になっていて、今日のヤプシーでもスポンサーとして参加させていただいています。で、今日の内容なんですけれども、MySQL で2億件のシリアルデータを使った話、ちょっとタイトル通りなんですけど、主にチューニングの話です。で、ちょっとチューニングの観点でPerlでもちょっとやったことがあるので、最後にちょっとご紹介させていただければなと思っています。で、今日のトピックはこんな感じで、システム、こんなシステム作って、その中でこういうテストをして、結構ハマった話が2つと、今後の課題まとめという流れでいきます。で、フロント側のシステムの概要なんですけれども、よくあるそのシリアルを使ったシステムで、商品を買うと、商品の中にシリアルコードが入っていて、それを、ウェブから入力すると、ポイントがたまるというようなシステムになっています。で、ちょっと珍しいというか違うかなと思っているのは、ここのところで、もともと裏側で商品とシリアルを紐付けておいて、マーケティングだったりデータの活用だったりっていうのに、使えるようにしています。で、バックエンド側の動きとして、さっきのその商品とシリアルを紐付けるために、管理画面から、商品名と、その商品シリアルいくつ発行するのっていうのを入力してもらって、紐付けをしますと。で、ここの大元のシリアルのところが、2億件入っていて、その結果、紐付けた結果出来上がるテーブルに、1億件ぐらい入るというような動きになっています。で、インフラ事情というところで、結構貧弱なインフラかなと思っているんですけれども、CPU が2コアで、メモリーが8ギガ、リスクが450ギガで、ちょっとこの後出てくるんですけど、1次領域が2ギガぐらいしかないです。で、2コア8ギガ2億件、ちょっとこんなんで本当にあるのかなと最初結構思ったんですけども、ちょっといろいろやってみてました。で、負荷テストした時の話なんですが、対象のテーブルは先ほど出ていた、2億件のシリアルのマスターデータを貯めるテーブルと、1億件の商品とシリアルを紐付けたテーブルになっています。内容はインデックス使ったらちゃんと返ってくるかとか、PK、フルスキャン、カウント、あとソートとインサートした時の、2億件の登録のところですね。これはあと、運用で発生するかもしれないオーディターとかを試しました。で、テストしたんですけど、当然いろいろ問題が出てきました。で、1つ目が、カウントに84秒かかると。で、しかも2コアしかない CPU の1つを、カウント中だと80とか 95% ぐらい使っていて、ちょっとこれだとプログラムからは絶対流せないなという感じだったんですが、ここはアプリケーションからは実行しないので、ちょっと無視しました。で、2つ目が、オーダーバイかけた時とかオルターでカラム追加とかを行った時に、スラテンプが枯渇してしまって、ちょっと文字小さいかもしれないんですけど、ノースペースレフトオンデバイスと何もできないなという感じになってしまいました。で、テンポライディレクトリを物理ディスクに変更しまして、その結果エラーは出なくなったんですけど、
商品と紐付けるテーブルのオルタをかけているときに、まあ、2時間ぐらいかかってなんかディスクが50ギガぐらい増えたりしてちょっと悲惨な感じで、なるべくそうですね、運用で回避することにしました。で続いてそのオルタの時に、まあ、テンポラリが50ギガ増えたりしたその商品とシリアル紐付ける一億系のデータファイルが28ギガになってしまって、まあ、これはもともとパフォーマンスのためにあまり正規化しないで作っていたんですけど、まあ、それやめました。で、その紐付けた時の管理用のテーブルを作っておいて、まあ、正規化して、まあ、15ギガ、まあ、まだ十分でかいんですけど、まあ、縮小することができました。で、2億系の登録というところでインサートにロードデータで、まあ、テストなので3億件登録してみたら、まあ、70分で終わって、お、めっちゃ早いと思ったんですね。これはちょっと後でいろいろ問題が発生しました。で、続いて2億件登録した時の話を説明させていただきます。先ほどの、バックエンド側の商品と紐付けるところがあったんですけれども、ここのマスターの2億件を、まあ、本番に投入するときの話になります。で負荷テストのときに3億件が、まあ、70分で登録できたので、まあ、長く見積もっても、まあ、2、3時間あれば余裕かなと思っていたんですけれども、まあ、75時間かかりますちょうど試したのが金曜日で、金土日とずっと事故していて結構悲惨な感じになりました。で一応実行時間取っていて、実行時間の推移は、まあ、こんなグラフになります。ちょっと時間のところが、小さくて見づらいと思うんですけど、あそこの一番上のところが、まあ、72時間で、まあ、75時間ぐらいのところになっていて、まあ、8000万件ぐらいから急激にインサートが遅くなっていきました。で、まあ、ちょっと原因の調査していて、負荷テストの時よりも、まあ、なんでこんなに遅くなったのかというところで、まあ、実はその負荷テストの時にシリアルコードを、まあ、ちょっと楽をしてしまったのか連番で作っていたんですけれども、まあ、当然実際はランダムな数字になっていて、でインサートの時にインデックスの再作成が発生して、まあ、遅くなったのかなと思っています。まあ、連番だと、まあ、インデックスを作る時に多分相当する必要がないので、まあ、単純にすぐできていたのがランダムになって重くなったのかと思っています。で2つ目が8000万件くらいから、まあ、急激に遅くなった原因、こちらは、イノデビバッファープールが、まあ、枯渇したんだろうなと思っています。で、サーバーの物理メモリーが8ギガだったので、まあ、5ギガぐらい割り当てていたんですけれども、これが枯渇したせいで、まあ、データが増えることで枯渇して、まあ、急激に遅くなったのかなと思いちょっと検証してみました。でイノデビバッファープールとインサートというところで、まあ、ちょっとさすがに75時間を何回もやるのはちょっと無理なので、まあ、イノデイバッファープールを10分の1くらいにして試してみました。まあ、結局40時間ぐらいかけて試しました。イノデイバッファープールを1ギガ、500メガ、250メガで、まあ、10万件のインサートを100回、まあ、実行してかかった時間を計測しました。で緑色の線が、250メガでイノデイバッファープールが、まあ、250メガで実行した時なんですけれども、こちらは、340万件ぐらいから、まあ、遅延が発生して急激に遅くなるという結果で、500メガにした時の実行した場合は、まあ、700万件ぐらいから遅延が発生しました。でこれが10分の1で実行して、まあ、8000万件ぐらいから遅れていたのが、まあ、700万件ぐらいで遅れてきたので、まあ、大体こんなものなのかなと思っています。でここのまあ結論としては、まあ、データ量登録件数が増えていくと、そのインサートするときに、まあ、イノデイバッファープールがどこかで必ず枯渇して、まあ、そうすると大幅に遅延し始めると。
まあ、なんでかというと、まあ、メモリーから当然あふれてしまうので、まあ、ディスク IO が大量に発生して遅くなったと思います。で、まあ、当たり前なんですがメモリーを増やすことで、まあ、データの遅延とかは、登録に関しては、まあ、発生しにくくなるのかなと思っています。ついでに、まあ、主キーがシーケンスならインデックスの再構築が早いんじゃないかなと思いました。でこれはあの負荷テストの時にその3億件入れるのに70分で終わってた理由が多分プライマリーキーがシーケンスで連番だったから、まあ、早いのかなと思って、まあ、試してみました。再びの40時間あ2回入れますねで、主キーとインサートというところで、まあ、主キーをもともとシリアルのマスターなので、まあ、シリアルをプライマリーキーにして、で、まあ、管理用としてそのどこまで紐付けたのかとかを見たくて、まあ、シーケンスをユニークキーで貼っていました。で それが変更前で、変更後は、まあ、主キーとユニークキーを入れ替えて、まあ、プライマリーキーをシーケンスにしてユニークキーをシリアルにしました。そうすると登録の時間が青い方がもともとやっていた方で、まあ、75時間ぐらいかかっていたんですけれども、赤い方が変更後で、まあ、30時間ぐらいで終わりました。まあ、主キーが連番になったことでその主キーのインデックスの構築、まあ、ユニークキーとかに紐づく主キーも、連番の方が早いのかなと思っています。続きましてアップデートでハマった話というところで、まあ、先ほどのバックエンド側の商品とシリアルを、まあ、管理画面から入力して、紐付けるところで、まあ、ハマった話をさせていただきたいと思います。で、ちょっとさっきと同じようなくだりなんですけど、まあ、負荷テストの時は74秒で終わっていて、まあ、ちょっと得意げにお客さんの前でデモしてみたら、まあ、1時間かかったこれ本当つらかったですねで、まあ、アプリケーションの動きをざっと説明すると、先ほどのそのシリアルを何件一度で紐付けるかというところで、まあ、一旦マックスを100万件に設定して、で100万件一気にコミットするとちょっときつそうだったので、まあ、1万件ごとにコミットっていう、まあ、よく昔からあるような手法でやりました。でシリアルのマスターから、まあ、ステータスが未使用のものを取ってきて、そのシリアルに、まあ、入力した商品の情報をくっつけて、まあ、インサートをしていました。でインサートが終わったらシリアルのステータスを、まあ、使用済みに更新するという流れだったんですけれども、まあ、ショープロセスを見てると、1回のアップデートで、まあ、35秒かかっていて、100万件紐付けようとすると、まあ、35秒かける100回で、まあ、大体1時間ぐらいかかってしまっていました。でアップデートが遅かった原因はじゃあ何なのかというところで、まあ、アップデートをするときに、まあ、こちらも当然インデックスの再構築が発生していて、で、まあ、シリアルがランダムなため紐づく式の読み込みが重いと書かせていただいたんですけれども、まあ、その負荷テストの時はやはりそのシリアルを連番にしていたので、あそこの複合インデックスのところのシーケンス、まあ、ステータスとシーケンスに紐づく主キーが、まあ、全部登録順できれいに並んでいたんですね。でそれが実際には、まあ、ランダムな主キー、シリアルだったので、まあ、飛び飛びで紐づいてしまって、まあ、そうすると更新がかかるたびにその主キーのインデックスを、まあ、毎回飛び飛びで見に行かないといけなくて、まあ、読み込みがすごい重くなったのかなと思っています。で連番であれば多分そのリードバッファーサイズが 16KB で設定されていたので、まあ、1回の読み込みで 16KB 読めていたから、まあ、早かったのかなと思っています。で対応の方法として、まあ、そのステータス管理をやめて、まあ、かなり力技な感じなんですけれども、まあ、これも管理テーブルを作成して、まあ、シーケンス何番までも使ったよっていうのを持たせるようにしました。でアップデート自体を不要にしたところ、まあ、60分1時間かかってたのが45秒に改善することができて、まあ、本当良かったですと。
で、インデックスの再構築、結構怖いな、本当に怖いんだなと思いました。で、そんなこんなで、なんとか無事リリースできまして、いや本当に良かったなというところです。で、今後の課題として、まあ、考えていることなんですけれども、まあ、条文バックアップをちょっと検討していきたいなと思っています。まあ、今、MySQL ダンプで、まあ、毎日日時でフルバックアップを取っていくんですが、まあ、今後さらにその商品との紐付けとかが増えていって、まあ、データが増えていくので、バイナリログとかで、まあ、週に1回だけフルバックアップを取って、残りは差分で、まあ、条文という形の方が、運用的にはいいのかなと思っています。で、2つ目が、まあ、データの対比とかパーティショニングというところで、まあ、これは絶対やらないといけないんですけれども、まあ、そのもう使ったシリアルマスターの、まあ、データの対比とかやらないといけないと思っています。で、よくあるそのテーブル名アンスコ2015年とか2016年とか、まあ、そういうのはなるべく作りたくないので、リストパーティションとかで、まあ、うまくできるといいのかなと思っています。で、最後に、あ、最後じゃないですね、すいません。その他パールのチューニングというところで、一つ目が、コネクションプーリングっぽいことをやりました。PSGI で動かしているので、コネクションのオブジェクトをワーカー1ワーカーごとに1つ持つようにして、まあ、シングルトンで作りました。で、そうすることで、まあ、コネクションを共有して、まあ、コネクション生成のコストがなくなりました。で、2つ目が、マスターデータをキャッシュするようにしました。結構その、まあ、システムによると思うんですけれども、先ほどのシステムがグローバルに展開していて、まあ、毎回国マスターとかっていうほとんど変わらないテーブルを読んだりしていたので、まあ、その辺を、まあ、PSGI のサーバー起動したときにメモリーに、まあ、DB から取ってきて、ね、貯めるようにしました。で、その後コプロが生まれてワーカー内でそのメモリーを見ることで、まあ、データベースアクセスが不要になりました。で、下のところでただしで書かせていただいたんですけども、親と子のメモリの共有が、まあ、コピー用ナイトなので、コプロ側で書き換えようとすると、まあ、どんどんメモリが膨らんでいくので、ちょっとまあ危険かなとは思っています。あと、マスターデータ本当に変わるっていう時には、アプリケーションサーバーの再起動が発生してしまうので、まあ、その辺は本当はメモキャッシュ D とかでうまくやった方がいいのかなと思っています。で、最後にまとめとして、まあ、まとめてみると結構当たり前なんですけれども、まあ、イノレービーバッファープールサイズは大きい方がいいと思ってます。ここが大きければ、まあ、そのデータの登録だったり、まあ、他の、データの読み込みにしても何でもそうなんですけれども、まあ、いろいろ無理したチューニングが必要なくなることが多いと思うので、まあ、大きい方がいいと思います。で、2つ目が、まあ、式はシーケンスにした方が、まあ、インサートが早いですと。で、3つ目が、インデックスの再構築は意外とバカにならないんだなということを、まあ、痛感しました。まあ、結構今までそのインデックス張りすぎると更新時の負荷が上がるよっていうことは言われて、まあ、世間一般的にも言われていると思うんですけど、なんかとはいえ、じゃあ張った方がいいのかどっちなのかとかっていう時に張って、まあ、それが悪さしたこととかってあんまりなかったので、ちょっとこういうこともあるんだなと思いました。あと、まあ、負荷テスト大事。まあ、今回本当にそのシリアルを連番で作ったことでちょっといろいろとトラブルが起きてしまったので、まあ、結合テストとか何でもそうだと思うんですけど、まあ、実際のデータに近いデータで、まあ、やった方がいいと思います。で、最後に結局計測してみないとわからないことは多いんだなとすごく思って、で、効果測定に、まあ、40時間とかな結構時間がかかったので、まあ、負荷テストとかは、まあ、なるべく、まあ、開発のフェーズぐらいでやっておいて、何かあったら、まあ、取り戻せるようにした方がいいと思いました。
発表は以上になります。ありがとうございました。あ、ですいません、一つちょっと宣伝がありまして、パンフレットにDNP デジタルコム のスポンサーの広告が入ってるんですけれども、そこの QR コードをアクセスすると、じゃあ Amazon ギフト券が当たる、まあ、簡単なアンケート5つぐらいのアンケートに答えてもらうと、まあ、Amazon ギフト券が当たって、まあ、最大で1万円とか当たるので、もしよかったら応募してみてください。以上になります。はい、何か質問のある方はいらっしゃいますか。面白いお話ありがとうございました。最後にファールのチューニングの話がありましたが、はい、そのチューニングに関してどれぐらいパフォーマンスが上がったとか計測しましたか。最後のパフォーマンスの、あ、パールのチューニングの、まあ、効果測定というか結果ということでよろしいですかね。はい。あそこはやらないといけないなと思ってるんですけど、すいません、ちょっとまだ取れていないです。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他に質問がある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、MySQL のバージョンは何を使っていますか。 MySQL のバージョンは 5.6 です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますか。こちらの方が、はい、インフラ そのサイズアップとかっていうのは、はい、インフラのなんですか、サーバー増強とかこう考えられなかったのかなというのが。サーバー増強なんですけれども、まあ、先ほど出していたイノデビバッファープールサイズ変わるとこれだけ登録とか早くなりますよっていう話は、まあ、お客さんとかにも説明させてもらって、で、まあ、今後の課題として、まあ、今回はちょっと無理だったんですけれども、メモリー増やしたりすると全然パフォーマンスも楽になるのでやらせてくださいという話は一応しました。まあ、まあ、ありがとうございます。すみません、はい、参考になりました。いや、ただやっぱりそのサーバー増やしたりとかお金が発生するんでなかなか厳しいなと思っております。それは私もそんな感じです。お前大変ですね。はい、ありがとうございます。はい、他に質問ある方いらっしゃいますか。はい、では債券さん、ありがとうございました。ありがとうございました。